っていうのは魅力に映る部分もありますし、ちょっとその物足りなさっていうのも両方の面あると思うんですよね。で、あの魅力についてはすごくいっぱいあるもんですからね、何を語ったらと思うんですけども、他の町に、お隣町にあなくて軽井沢にあるものっていうのはやっぱりたくさんあると思うんです。その中で一番大きい不動産の僕らの仕事の面からすると、自然保護対策要項というですね、軽井沢町独自のルールというのがですね、一番大きな軽井沢らしさかなと思ってるんです。そうですね、バブル時代もありますし、ウエストブームなんかもありましてですね、いろんなリゾートに森の中にこう高層ビルとかが多いところもあるじゃないですか。そういったものが軽井沢には一切なくてですね、離れ山から登って軽井沢町内を見渡しても、すごくその森に包まれたひっそりとした町なんですよ。これってその町の方のルールで、昭和47年の制定、もっと前からもいろいろとありましてですね、すごくその景観だとかその町の文化っていうのを守ってくるよ、守られてきた背景があるものですから、それによってそのあまりこう荒らされないようなですね、自然との調和が取れている町並みができたっていう部分はすごく大きい、軽井沢にしかないらしさだと思いますね。法律じゃないんですって、自然対策要項なので厳密にお願い事なんですよ。ただそれの趣旨を、地元の例えば建設会社さんだとか不動産会社だとかいろいろ携わる方々がその趣旨を組んで、それを理解をしてそれに沿ってるんですよ。なので一時期ちょっと都会的な人たちが別に法律じゃないからいいじゃんっていう形でこう入りかけたりっていうのはあったんですけども、町の方もしっかりとその辺は呼びかけをしてですね、その道路から5メートル離しなさいとか、建物はまあ2階建てじゃなきゃダメですとか、人によってはその限りある土地を目いっぱい大きく作ろうって思う人たちもいるかと思うんですけども、それをしてしまってそういうのが増えてしまうと、やっぱりその木が減って建物が建ってきてしまって、ちょっとその、宅地化のような形で変わってきてしまうと、できるだけその広いお庭の中にこうひっそりと建物を建てて、そこからこう自然に包まれているような景観を保てるように心がけてくださいっていうですね、そういうお願い事なんですよね。あと一番はですね、ちょっと気取ってていろんなものが高いかなってトップシーズンもありますしね、都会 の, 方々も何て言いますかね、こう日常をちょっと引きずらない街だと思うんです、軽井沢っていうのは。だからそのファミレスが仮にできたとしてもそんなに栄えないと思うんですよね。でそういうところに例えば、コーヒー一杯だとかそういうものの商品って、ちょっとその都会の日常のところから比べるとちょっと高めでもあるんですけども、その味わいを楽しむよりもそのお店であるとか、そこからの風景だとか、その街というか背景も全体を楽しむ価格プライスみたいな形だと思ってるんです。ですからそれに意味合いを感じてくださって、それも楽しむ人にとっては全然そのただ高いだけじゃないっていうのが分かるんですけども、ちょっとその何て言いましょうかね、トップシーズンは分かるんですけども、オフシーズンにはもうちょっと庶民の手が届きやすい、親しみやすいものだとかそういうようなですね、ローカルプライスというか、そういうような提供があってもいいんじゃないかなっていうのは常々思ってますね。だからその何と言いましょうかね、もうちょっときっかけですね、いろんなものに対しての、僕らも今でこそ暮らしてますけども、地元で育った人間というよりはその定年迎えて移住の方だとか、今新幹線通勤をするお客さんたちも増えているものですから、住民の人たちも外から入ってきてくださった方々なんですよ。そういった方々によりその、いろいろと知ってもらうようなですね、触れ合って体感してもらえるようなものっていうのが、入り口としてちょっとそのローカルプライスでもいいですけどね、もしくはその、なかなかその単体で行きづらい部分とかがあると思うので、何かツアーでないですけどプチツアーみたいな、お知り合いお知り合いで一緒に行けるようなきっかけであるだとか、それがちょっとローカルプライスであったりだとか、そういうところでそのもうちょっとその間口をこうハードルをちょっと下げて広げてですね、こう地元の人にもこう親しみ持って受け入れてもらえるような、なんて言いますかね、土壌風潮、そういうような雰囲気がありますと、もうちょっと僕らもいろいろと体感できるんですけどね。もっと軽井沢暮らしを楽しんでいただきたいという思いで、仕事ですとかいろんな発信をしています。でそうですね、別荘を叶えたり軽井沢暮らしを叶えて、
そこで満足してくださる方も多いと思うんですけども、その先にどんな暮らし、どんな遊び、どんな楽しみをしたらいいかっていうのを多分まだわからないというか迷われたり模索している方多いと思うんですよ。そういう方々に向けてですね、なんていうかね、ガイドブックに載ってるようなものだけじゃなくてですね、自然に触れ合うきっかけであるだとか、最たるものだと、まあ、焚き火だとか火遊びであるだとか、まあ、ピザパーティーであるだとか、いろいろとですね、そういうような軽井沢に来たからできたことみたいな場の提供ですとか、こういうことができるよっていうその滞在の魅力の発信ができればいいなと思ってます。ちょっとその業務でできる部分にもある程度制限あるかと思うので、実は結構個人的に自分を経由して軽井沢暮らしを叶えてくださった方々にはお宅まで行って火床を作ったりとかですね、いろいろと遊んだりもしてるんですけども、そういうものをもうちょっと広くですね、なんか求めてくださる方々に、提供というか、提供なんてちょっとおこがましいですけども、まあ、一緒になって楽しめるような、そういうような何か本当にきっかけになるものをですね、ちょっと仕組み化であったりちょっと作っていきたいなと思いますね。どんなこともできますかね僕もやはり魅力ながら携わった以上ですね、そのお客様方が求めるのであれば軽井沢の交流、すごく縁というものを広げたい、つなげたい思いがあるんですよ。ですから例えば何かきっかけで昨年の秋にも実は離れ山ツアーを無料でちょっと呼びかけてやってみて、そこで初めてお会いした方だとか、初めてあ、こういう風景があるんだみたいな、軽井沢を知ったなって実感してくださったような声をいただいたりともあったものですから、その方々も軽井沢にはまあ別荘を構えられたりしてて来てたんですけども、なかなか一人で登るには難易度もよくわからないし、どのぐらいのものなのかっていうのもよくわからないので、やっぱりきっかけを待ってたっておっしゃる方多かったんですよね。で、皆さんそれぞれスケジュールがあるものですから、まあ、毎回参加できるかっていうのはわからないんですけども、僕らも何と言いますかね、定期的にですね、まあ、月1回この第一何曜日にはこういうところ行きましょうみたいなものをおおよそスケジュール組みしておくと、そこにそのスケジュールが合わせられる方々が来てくださったり、もしかしたらリクエストの中でそのシーズンのちょっと週末にぜひとか、そういうようなリクエストをいただければ、それに対応できればですね、そこでまた人の輪がつながったりとかで、その人と人がつながったところで本当にその方々と会うために軽井沢来たいとかですね、はい、いろいろとその軽井沢に来る動機というかですね、そういうような楽しみが増えると思うんですよ。一応その軽井沢別荘ナビという名前で、不動産の仲介を行ってます。ただ僕らはその買い手に特化した形の、お客さん側の、仲介交渉代理人というポジションを取っているんですね。なのでこっちが売りたい物件があるというよりは、お客さんが求めてくださるものを公平にご紹介ができるんですよ。ですから手間暇かけず、人によってはもう10件20件30件半年1年かけてご対応することもありますし、逆にお客さんがそのこだわって探してくれるそのご意向を組むことがですね、これから探す方々へにフィードバックできるものですから、すごく高望みなわがままな希望でも構わないので、本気で軽井沢を求めてくださる方はぜひその本音でですね、何でもこちらの方に頼っていただければ、それに真剣に応えていきたいと思います。軽井沢ファンを増やしたい思いで仕事をしてますので、あんまりその業務らしくなくですね、どっちかというとちょっとサービスっぽいような感じで、柔らかく対応してますので、ぜひ軽井沢移住ですとか別荘を求めたい方は、我々の方に訪ねていただければと思います。